ヘイヘイヘイ、カバン買ったのか。ヘイヘイヘイ、何食べてるんだ。ヘイヘイヘイ、リュックを買ったぜ。ヘイヘイヘイ、その袋なんだぜ。ヘイヘイヘイ、ちょっと普通に喋ってくれないんだ。え、普通に喋って誰に喋るの。これ長尾さんの喋り方です。いや、そのあの旅企画の時とか。あ、ノースフェイス。うん、おの、なんかリュックでこれ。お、何それ。おえ、おすごい。いいね。でもそれちっちゃくなるのよくね。めっちゃ、いや、いいね。なんか邪魔な時はね、いいよね。はい、お買い物クラブ。おー、やっぱね、お買い物クラブって夏とかにかけてこう増えていくもんなんかもね。まあまあ季節のもの買うからね。ってことで買いました。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、今日は、はいはいはい、まあでも本当最近お買い物してないなとはしみじみ思います。まあさすがに年末大決算で減った。てかしないって言ってたしな。え、いやいや、でもでもじゃないよ。いいです。あーあー、もう雑ね。ちょっといろいろ住所とか映っちゃうからガチャガチャして。はい、これはタオルでーす。え、でかくね？マジででっかいな。いいよ、やっぱ体拭くとき大きい方がテンション上がるじゃないですか。子供みたいなこと言ってる。あ、すごい、なんか撮ってます。あら、撮ってんでーす。いや、むずいって。ちょっと軽く説明してよ。いや、むずいよ。ね、友達の弟やろ。友達の弟でいいやん。小太郎の弟であり、はるちゃんの弟でもあるし、だから、太郎の息子もある。まず、小太郎もはるちゃんも太郎もわからんけん。で、今日は、まあね、週一のね、ご飯会。そう、ちょっと奥君とライブ見とったから、うちもね、うちも一緒に。あ、そう、一緒に見よったから、そのまま連れてきた。どこだっけ、ここ。で、今日のお店は、西川チョイス。やっぱね、ナンパ師なんでね、店の名前にも恋文って入りますよね。さあ、ここでもね、用意。いい感じ。まあ、俺も行って、初めて。うちも初めて。普通にここ通って、なんかいい感じやなと思ってチェックしてたの。これ多分結構前、5年前ぐらいしてたの。そのマウントいらんから。チェックしてたマウントダサいよ。そう、後輩の前やからね。5年前だって、ほんと東京来たてじゃん。いや、そうよ。いくらよ。本当にあったんやな、これ5年前に。本当か。調べよう。恥ずかしい。おとこぎさん。なんで？どうせいじられるかね。なんで？まあ、っていうね。二人でそのやってるやつでやってもわかんないから、ね。それやめて、そのなんか普段みたいな感じ。こいつすごいんすよ。すごいです、これね。今お腹だったけど、普段二人ですともっとローブローなんです。あら。俺がやべ、ちょっとタイムとか来たら、お前当たってねえやろ、これ下り。仲いいってことですね。そうですね。いいですね。一回も二人で会ったことない。だから、おっくんとだから、サトシはもう。これ面白い。こんなどんなサブちゃんって地元すぎる。地元すぎる。地元すぎる、これはさすがに、ね、本当に地元すぎるけど。渋谷のちょっと奥まった奥渋で。いや、でもこれやっぱ夢あるんじゃない？いや、ないか別に。いや、夢はないか別に。ただ上京してきただけやから。さあ、今日は、とあるね、縦動画の撮影でございます。これ何これ。はい、 OK です。いや、何が OK なんだ。いい感じですね。何が OK。 いや、本当に何がどう OK なんだこれ。何ですかこれ。まあ、こういう感じですよ。
あ、まだやってますよ。大変ですね。こんな縦動画の撮影です。はいはい。はい、YouTube。まあどうですかね。TikTok。え？終わった？止めろ。ふざけんな。いやなんか順平、順平語ってた。え、もう終わって語ってたわ順平が。立て。いやいや、なんとね、元気さんが。クレープをおごってくれました。日本代表ありがとうございます。なんか知ってるんですか、元気ジャパンを知ってたんですか。あら、あ、珍しい。あーすごい。え、ナンパした方がいいんじゃない。あ、じゃあ本当になんかパリっぽいですよね。そう、あの、うちの名前でカンパリって言って、あ、そうなんだ。関西生まれのパリジェーヌ。だから引き継がれ、引き継いたんや。引き付けられた。日本語がやっぱ日本語おかしくなってる。よく出してるんですか、ここに。そうですね。へー。まあ、そば粉でしょ。そう、そば粉。元気さんグルテンフリーやから。ちょっと。三つ星チャレンジ成功。やった。やっぱこの店員さんとかのおかげもある。三つ星チャレンジ。思ってたとしても。え、元気さんありがとう。ガレット三つ星。ガレット三つ。バイバイ。でも確かに珍しい女性が。やったぜ。さあ。よかったよ。ありがとうございます。ジンジャーソーダ。よかったよ。これうちが口コミし。美味しいの食べれて。いただきます。無事やれ。で、俺が思ったみたいな。いただきますって。言うならね。お、美味しい。ありがとうございます。デリッシュ？デリッシュ？デリッシュ。懐かしい。デリッシュ。やっぱ海外行ってるの知ってらっしゃるから。ここ3人チームで。はい、あ、本当に見てるっすね。いや全然ノーマルなんですよ。全然ノーマルです。一緒、許容でしょ。斜めですね。許容だ。細かい。こんだけ広いから許容だから。もうちょ、マジ何に使うのこれ。サブちゃんな。サブちゃん当たり前だろ。今日はイケアに来てます。はい、ユウが引っ越すことって言っていいんかな。いや、だから絶対移る機会あるから言っといた方がいいよ。まあまあ、ユウの家具を今日は買いにね、イケアに。え、でもさ、イケアでいいの、その死ぬ。おい、やめろよお前。おい、ピーだよ。何してんねんお前。そこまでは家とは言ってねえわ。だバリエーション今いくらだよ。いや、バリエーションとか言うな。お前もうこれレプティション下がんだよ。ここ、いけ、いきましょう。もういい。いやいや、いけやの買い物ちゃうくない。いや、マジレオンごっこ本当にやばい。やってんね。料理、いやいや、もうずっと今ここ5、あの3分ぐらいここでずっと撮ってた。え、なんだよ、なんだよ。いや、ちょっと今日はめんどくさかったな。いや、上から歌声が聞こえてきたと、上からじゃない、下から歌声が聞こえてきたと思って張り込みしてたら急に歌わなくなって2分か3分ぐらい待ってました。歌せなかった俺。元気さんが歌い始めるのに3分かかりました。何やね、まあ急にピタッと止まってる。何してんの。いや、なんかめっちゃ集中して終わって、あの、ここに出したぐらいで歌い始めた。また肉豆腐みたいなの作ってますね。豆腐入れただけじゃないですか。いや、もう私も上がるんで。いや、大丈夫です。ちょっとうちも忙しいんで、ちょっとやることいっぱいあるんで、ちょっともう今日歌うの遅かったから、もうこれで尺終わりです。いや、最後にじゃあ一言だけあげる。あ、サブちゃん送るんだよ。あ、一言だけいいよ。一言、ね、本当に。あ、ごめん。エール探検。え？アフロ。まあまあ。明日入れば。え、自分が入りたいからやろう。おい。ちなみに順平絶対もう明日入る顔してる。おい、誰がフルキャンセル会話や。やめろや。どういうこと？元気さん知らないよ、フルキャンセル会話。おじさんだからな。おじさんだから。どういうこと？いや、今流行りのやつよ。お風呂に入れない若者が増えてるよ、こうやって。
それをお風呂キャンセル界隈っていうの。界隈？お風呂キャンセル。知らん。ふなお風呂キャンセル界隈。びっくりした。あとはググレカスってことです。まあまあまあでも、ね、朝には入ってますからね言うたら。朝風呂派も今いるじゃないですか。だからあれよ、彼女が彼女がフランスのハーフやん。でフランスって朝風呂の主義なんよ。だからそれを真似して自分は朝風呂。真似してねえよ。フランス朝風呂主義なのかな本当に。え、そうやったよね。パリ、パリ行った時そうやったよね。まあまあまあ、いろいろあるんだよ。そうだったって。うん、朝風呂の文化って言ってたよ。あ、そう、そうだった。まあいいよ。じゃあ今、まあ、ちなみに今時間だけ言わせてください。深夜10、あの深夜2時で前です。それだけ。それだけあの念頭に置いて今からのこのコメントコーナー聞いてください。何それ何どうぞ。で一応そのなんか変なこと言うかもしれんや、なんか滑ったりとかそういうことね。あ、深夜だけど頭が回ってないよって、今日疲れてるよって言って、でもさっくりさっくりさっくり行きましょう。チャイムはそうか、酔っ払ってんのか。酔っ払ってない。そんな飲んだっけ。あ、分かんない。あ、飲んでないよ。お酒飲んだけど酔っ払ってないよ。コメントコーナーです。コーラン。いや、コーラン、まあそうね、コーランみたいに思ってます。コメントで、まあ、聞いてたコーラン分かんないか。本当にコーラン、わかる。元気さん、いや、あれじゃない、その高橋コーラのことコーランって呼んでる。違うです。違うか。スラム教の聖典です。いや、ちょっと難しくて言及しづらい。コーラングで知っとけよ。ごめんなさい。もう本当に最近バカだなって思う。イスラム教ユダレも知らない人からです。これ読めません。なんて書いてるかわかりません。セロといい、中星といい、元気ジャパンのお友達は変なやつ多いな。まともなのクギケンくらいか。あ、クギケンのどこか。マジで何言ってるんですか。びっくりしたこれ。何言ってんの。ボケてんじゃないの。そういう人ボケてんのこれ。クギケンのこといじってんじゃなくて。そういうこと。いや、クギケンのこといじってるのかと思った。いや、でもいや、そういうことこれ。まとも、そういうコメント。いや、でも分からん。クギケンが結婚してまともって思ってる可能性もある。あ、そういうこと。あ、まあまあ、いやいや、それで言ったら瀬野も中本さんも結婚してますから、どっちも。確かにそうだった。何言ってんすか。瀬野、え、離婚？松井一子持ちで。まあでも元は結婚してますから。まあまあそう。まあまあ分かりますよ。ちょっとこれはよく分からなかったね。ちょっと笑っちゃいくれ。俺も笑った。瀬戸といい、中星といい、元気ジャパンのお友達で変なやつ多いな。までやったら別に、あ、まあまあまあってなるけど、まともなの人間くらいかね。えどこがあってるさ。同レベルぐらいでやばいっちゃやばいもんね。いや、終わってるだろ、空気が。違う方向でね。言い過ぎなの終わってるわ。家頑張ってんだよ。確かに確かに。まあ、あとはちょっとあの、最近、言ったよね、俺、どっかの州でさ。野球コメントやめろって。あの野球動画にすんならまだわかるよ。野球じゃない動画にさ、西武今日負けちゃったよ。田中美希初ホームラン21点で大勝した後に元気ジャパン最高すぎる。バイフォークスファンとかさ。あ、確かもうダメです。本当に野球違ってんの。それ振りじゃなくてダメっす。いや、振りっぽかったな。野球振りっぽいな。野球ファンのあれとか出てますよ本当に。これじゃコメントしやつはその抹殺するとかする。抹殺そんなことない。何て言うんだろう、まあまあまあ、ワンアウト。わあ。でも喜んでるよその発言が。ワンアウトとか言ってるよ。喜んでるよもう。もうやめましょう、やけどしちゃう。本当だし。なあ。スピが。まあまあでも来週楽しみなもうあるから。と抑えて。爆発させるためのあそこから、そう、来週そうそう、静けさ。うわ、静けさなんかこれ、本当に怖え。俺は本当に今、めっちゃ我慢。その野球ファンを代表して、そのコメント欄、俺はめっちゃ我慢してるぞ、お前ら。野球はやっぱね、話しすぎたよこれ。まあ、緩急ね。緩急。いや、野球それも野球よ。やっぱそのもうさ遅い球、カーブとかを混ぜることによってストレートを逆に速く見せる。こいつマジメジャー見てるんだよ。こいつマジで。これは本当付け焼き場知識でずっと喋ってますからね。絶対、俺ちょうどそのシーンね、近くにあった。こいつマジで。ちょうどそのシーン聞いてた。ゴローにストレートだけじゃ通用しねえぞ。そうだ、どんどん上ギブソンになってね。ストレートだけじゃ無理なんだよ。ギブソン懐かしいなってか。まあでもそうだよ。今の中日のライデル・マーティンスだって。ストレートだけじゃないからね。久々にコメントしてみますね。見事に野球チャンネル化してて、チャンユーさん、髪の色お似合いです。黒にすると一段と大人の女性に見えます。寝起きの悩み、チャンユーさんの心が病んでないことを願ってます。自分では気づかないのは心が疲れていることもありますからね。無理しないでください。P さんは彼女さんが重そうで大変ですね。重くはないけどな。以前のようなのろけ話も最近減ってるような。
心は行動に出てしまうものですね。若い頃の恋愛だと移り変わってなんぼるのきつくなったら即時です。あらららら、ピンクさんの毒舌はいいですね。本編での活躍期待しています。ビビリオートさんのコメント笑ってしまいましたが今日もかっこいいです。ちょっと毒舌がどこのやつかよく分からないです。あの動画、うん、でもサブちゃんのビビリオートさんってこのここでビビってたやつじゃない。このちょっと全部わかりませんね。スケンケの毒舌も俺のそのぬけ話で最近減ってるもサブちゃん、ちゃんゆうの髪色お似合いも全部わかりません、ね、いやいや髪色お似合いはわかるやん。髪色が似合ってるよって全部わかりません。これ何言ってるか意味わかんないです。トゲしかないです、ね、ちゃん野球チャンネル化もしてないです別に。それはしてるよ。なんかないかな、うちもなんかコメント本当にしようかね。あれあ、でもコメントはないけど最近めっちゃ、いやでもこれどうでもいい話やな、めっちゃ言うか、その鈴木千尋で急に格闘家の前で友達かのよ。なんか鈴木千尋の顔なんかめっちゃ見覚えなってめっちゃ思ってたよ。なんかなんとなくずっと、で何やろうなって考えた時にその3年前ぐらいまでその直近っていうか、まあ、その前付き合ってた元彼に多分似てるわ、顔がめっちゃ千尋、うん、雰囲気が、あの笑った顔とか、そんな顔やったっけ、あんな感じ、なんかね、でもちょっと昔思い出したりしたわけ、うん、そう、この前、その格闘代理戦争っていうのを見に行ってて、なんでそんな、なんでチャイムゲーってんの、おかしいだろ、その、いたんよ、その、解説者で、なんか、なんか馴染みのある顔やなと思って。なるほどね。まあ、じゃあ、千尋のママになっちゃう、うわ、え、千尋のママ違う、千尋のママ、そうでしょ、どういうこと、まあいいです、その問題出すと怒るよ、千尋は。何千尋ね、千尋な、千尋、あ、平本蓮ムーブしてる、ママ活やってんの平本蓮じゃなくて平本蓮ムーブしてます、叩くムーブしてます。いつの話してるの、めっちゃ前、めっちゃ前やん、もうえ、ママ活してんの、してた昔、ピュアな目で言うな、ということですね。こんばんは、こんにちは、おはようございます。今めちゃくちゃアップ撮ってますよ。ヘイグゼミーズいいって、粗品じゃなさすぎるな、見た目びっくりした今、なんか何も粗品じゃなすぎた、見た目がまあまあ、ちょっとこういう髪型の時あったかなぐらいです。おはようクラブです。あ、おはようクラブ1点目、新しい職場、あ、それ見ましたよ、可愛いですね。何ですか、このいつの名前、え、これなんかすごくね、これ今生えてきてる、新芽、これ生えてきて、広がるよ、これピー、モンステラですね。なんかモンステラ聞き覚えがありますね。意外と初めてモンステラ。じゃあ私こちら側に回りましょう。意外と初めてモンステラでございますが、岡山クラブで出たんですね。なんて言った？岡山クラブ。数ずつ終わってたぞ。買いました。え？うわ、なんす？え？それライオンズ？お。いいね。L って書いてあるよ。いいね、あ、ニューエラとライオンズってこと？ニュエルじゃないか。いや違います。え、 N って書いてない、 NL、 お、いいね、え、当てたい当てたい、な、なに NL、 あー、え、 NL、 はい、ニュエラじゃないの、じゃあやっぱ西鉄ライオンズです。あー、そういうこと、はい、ついに買っちゃいました、もうこれ上も、これは西鉄ライオンズの日本のね、これは、これ、はい、はい、あ、まあ、昔のってことね、そう、あの福岡時代のライオンの時のものです、完全にもう揃いました、これ完璧です、はい、分かりますか、これおるん、その人は今、そうね、その人ってか、そのこの格好の人は、いや80歳から90歳の人とか見たら元気ジャパン見てんの、福岡限定80歳90歳の福岡のおじさんってことが見たら、おじさんっていうかもう懐かしいってなってる、その悪口じゃないけど、おじいちゃまやけどね、80、90はもう、え、まだあるんですか、ラストニュース、ニュース次はニュースですか、なんとね、あら、ハマキついに来ました、ハマキに、え、来ました、カビが生えて、え、いや、もうちょっと取ったけど、え、カビはいいことなの、マジでやばい、やっぱこのさ、やっぱ大変なんやね、保つのって、ちょっとこれ、あ、この白いの、ちょっと待って、あ、生えてるやん、え、管理がいかにね、自宅管理が大変かってことです。いや、これね、俺買ってよかったけど、めっちゃ大変や、ハマキ、太いやつは、うん、ちょっとおすすめしません、正直。もう細いの吸って、うん、太いのは店とかで吸えと。本当にそれがいいと思います。まあ、やからそういうバーがあるやろうしね。相当ちゃんとやらんと無理やわ。
多分もうそもそもこれだけじゃなくて家の温度とかも多分せないか、あ湿度とかさ無理やろうね、ここ3回とか終わってるもん、結構ちょっとあの推奨しません葉巻とまあまあやってみてね、うん、言う分にはねいいですか、いろいろおすすめしてますけど、あの葉巻とライオンズだけはあのちょっとおすすめしてませんちょっとこれですね、彼女怒るよ、いや思いません、言ってます、俺にもまだ言ってますから、あれ葉巻とライオンズだけちょっとということでアジアでーすなんとね、難しいんですけど、留学の友達で、時の友達、俺が二十歳ぐらいの時の。で、2年前ぐらいにパリ行って、俺がミラノに旅行行ってる時にも会いました。2 years ago. I was in Milano and TC. Did you enjoy and then, it? Yeah, of course. Then you, finally you came to Tokyo. Do you remember in our pizza? Yeah, of course. Yeah, I took a and picture. And ice cream. Yeah. right, you remember well.ということで東京にね、you came to Tokyo your first time. First time. First time. We are going to Pokemon. Pokemon, yeah. Pokemon cafe and so. Yeah. Actually, I never been there though. Okay, let's try. First time, yeah. かっこいい。すごい。マインドすごい。え？何これ？純平の誕生日ケーキを。え？今？どういうこと？ちょっと待って、純平の誕生日ケーキをバクムルイが、これすごい、これすごい、何それ、ドライアイスするくない、すごい、何これ、ただドライアイスやってるだけ、これ水に入れたってこと、すごいもらったんですよ、サンプレ、サンプレっていつなケーキバクムルイから、5月初旬やと思ってた、4月初旬よめっちゃ久々じゃね、いや、ルイクだよ、ま、ルイがやばいわ、え、ルイクのせいで宣伝、なんだ、なんかある、宣伝すること、 YouTube でしょ、長崎県で村作りやってるんで、よかったら YouTube チャンネル見てください、あ、YouTube ね、長視聴者層は結構被ってると思う、被ってるから絶対5、60代ではいるんですよ、私もいるけど、5、60代は長崎に来てとかではなくね、ではそういうのは募集してないわけね、そうですね、あ、募集、あそこに行くら、え、なんか長野、これチラッと見たけど、店をなんか改装してさ、カレー屋さん作るんで、カレー屋さんもやるんで、長崎で、そうですね、あ、じゃあそれとかね、ぜひ来てくださいじゃない、あ、まだできてないか、7月末にオープンです、あ、なるほど、はい、いやいや、ちょっとナンパ講習初めて私同行しましたけど、いやいいな、いいっすね、指導者っすね、いやいやいや、恥ずかしいよ、指導者感ありましたね、なんか偉いなんか、いやいやいい、結構ちゃんとやってる、いやそれはそうでしょう、責任感があるからね、もちろんそうですけど、いやいや、なんか部活感、もう俺がそっちなんで、野球部大会でやってる、まあそうね、近いって近いから、うん、そういうノリな感じがあったし、まあみんないい感じやしっていう、まあいい感じ、いやいい感じだな、なんか、あとやっぱああいう場でやったらナンパできそうって気がするね、ああなるほど、ね、やっぱ本当にちょっとちょくちょく密着しようと思いますんで、はい、ナンパ講習気になる方はぜひ LINE やってお願いしますまあちょっとライブ後になるかもしれない待ってます、さあ始まりました、はい、今頃投資してる、あの、まあ、羽田マネのフライトどこですね、喋るな若手企業家のね、江藤君とウズギャングに来てますよね、はい、見え方悪いって、いや見え方悪い、まあ、やめてくれよ、いや普段からこういうとこ来てんのマジで、いや来るわけないだろ、いや初だろ、ビビってんのよ、いや俺もビビってんのよ、いや見たことないのよこれ俺この料理、いやないだろ、いやワイザーが言ってたってことでね、はい、でしょ、いや本当にそう、俺らワイザーになりたくてダサいのよ、ダサすぎるだろ、まあ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 食べますよってことですか、ありがとうございます、じゃあちょっと一応打つと、うーわうーわいいですね、いいです江藤さん、いいですね、ジャケ写じゃん、うわっ、ふふ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 
で、まあ、飯を払ったんですよ、俺が。おごったってこと？そうそうそう。おら、珍しいね。いや、いいや。三つ瀬最近やってないんや。黙れ。三つ瀬最近してないんや。いつも三つ瀬してるってことになるよ。それそれ、三つ瀬、え、そうだ、え、タンクコストでしょ。え、何してんの？え？全部キモいわ。違う。三つ瀬してないの？三つ瀬してねえよ。え？最近？三つ瀬って何？合鍵、合鍵、合鍵。やめて。あれ、彼女かまだしてないってことか。キモいよ。え、彼女かって。で、何？寝起きでしょ。なんて。で、そうそうそう。おごったから、お返しってこと？いや、なんかその、いや、払いますよ、みたいな感じだったんよ。はいはいはい。で、まあいいよ、みたいな感じで払って、なんか帰りに、なんか流れて、なんか考え事してるような表情してたから、何考えてんのって言ったら、秘密です。おぉ、あざといね。はい、秘密の、あとでわかります。はいはい、なんかそのちょっとその会話の前に好きななんか好きな単語スイーツとかあるんですか、はいはいはい、聞いてはいて、はいはいはい、その時多分俺適当にプリンとか言ってはあ多分プリンがそんなんか珍しいね珍しいもの初めて思ってさそのお返し送ってくるみたいなさそうそうなんか LINE のギフトまあまだあったとしてもねそうそうあじゃあ LINE ギフトね LINE のギフトでなるほど、ね、で俺がなんか言う注文して届くへえ。やっぱ元気にこう借りを作りたくなかったろうな。うん、そうやろ。あんまそんなことおらんくないだって。分からんけど。丁寧なのか借り作りたくないのか。いやいやいや丁寧やろ。借り作りそんなんじゃない。いやここでおごられてたら。そうそうそう。異性として見られそうそうそう。もうやめて手切れ金手切れ金みたいな。そうそうそうバカ。そんななんかそんな。そんじゃないかな。そんな雰囲気じゃなかった。でもさそんな毎回そんなされたらってなる。珍しくない？多分あれだと思う。普通に払う人なんやと。あ、そもそもね。あ、じゃあ三つ瀬できたってことだよ。いいって。嫌やな、三つ瀬ってこと。いやいやいや、まあ、チャイユやってるからね、三つ瀬。やってないわ。チャイユはまあ、当たり前に。まあ、いただき女子ではありますからね。やだ。いただき女子チャイユでありますからね。あ、そうですか。なるほどね。丁寧な方ですね。何で？プリン。あ、プリン食べたい。もらっていいのそんな。でも、そっか、かわいそうか、その。そうそうそう、まあまあまあ別に元気に気があってっていうよりはその手切れ金プリン手切れプリン食べてもいい手切れプリンですよだってじゃあ食べていいですかって言ってよいやなんか俺ちょっと待ってそのちょっと待っていやあの何やってしたいいやそのもう気なかったら次会わないですはいはいそのままはいはいストレートその場ではいはいでっていう話もなんかされてはいはいでこれ送ってくれた後にまた会いたいです、うん、あざといね何それ何それえ何それそれすごいねなんかねなんかやってるそれすごい話じゃない、うん、なんかへえ。まあいいまあ店に入れたらみんなこんな感じだぞ本当にうちそこ心配してためっちゃ今あっまあ結構前の話うんいや最近だぞこれめっちゃそろそろプリン来たってことはそれ最新だろ気をつけろよそろそろ目覚ませ仕事彼女がされてないか大丈夫かもうちょっと本当にいいねいいっすよまあまあ着実とねいい傾向やねいい傾向いい傾向元気元気はそれそうやろ週刊誌狙っていくんやからそれはそれそんなやっていかないといけないでしょ週刊誌取られる狙っていってるでしょそら頑張ってるから今いやその裏でこそこそ言えってそんなこといやいや表でガッチリ言っていくよそれそうでしょ週刊誌狙ってるんでね気をつけてっていうかもう会えないやまあ